西南戦争を描いた、鹿児島坊と出陣図戦争絵とは、幕末から明治時代に描かれた浮世絵の様式の一つ。母親戦争や西南戦争、日清戦争、日露戦争などを題材とした浮世絵を指す。絵が、説明的で単調な作品が少なからず、含まれてはいるものの、見るものを鼓舞する迫力や勢いが感じられる作品や、 戦場風景の美しさを追求したものもあり、また当時の人々の戦争に対する意識が感じ取れる作品群である、江戸時代から歴史や物語で語られる戦いは浮世絵の題材となっており、武者絵、合戦絵などと呼ばれていたが、太平の世に生きる人々にとってはあくまで過去あるいは空想上の出来事に過ぎなかった。しかし、黒船来航以降の動乱によって戦争が、 現実のものとなってくる。江戸幕府は、同時代の事件や出来事を出版するのを禁止していたが、人々の世の動き知りたい欲求まで抑えるのは不可能であった。幕末の浮世絵師たちは、表向きは、原平合戦や猛古修来、戦国時代の合戦など、過去の戦に取材しつつも、実際には、当時の戦争をほのめかす趣向を凝らし、見る人に絵の読み解けを促して、 その期待に応えた。代表的な石としては、歌川義虎、月岡吉俊、川辺京宇歌川貞秀らが挙げられる。彼らの多くは、歌川国吉からの影響を受けており、国吉以来の大判三枚、続くの迫力ある画面を用いるのみならず、その風刺や改逆味、反骨精神も受け継いでいる。明治維新や文明開化によって世の中が大きく変化し、 浮世絵もどうなるか、不透明なさなか西南戦争が起こり、当時流行していた西経新聞の流れに乗って制作された。作品点数は概算で約300点程度とも500点近いとも言われる。多くの浮世絵師が手がけたが、月岡義都氏と洋州近信が群を抜いて多い。大半の西絵は明治10年の出版だが、翌年に及ぶものもある。題名は、 西南を関するものより、鹿児島政党、鹿児島気分、鹿児島戦争など、鹿児島を伏すものが多く、個人名では、西郷隆盛と関するものが多い。西郷人気と明治政府への根強い不信感を反映してか、総じて、薩摩軍の方が格好良く、同情的に描かれている。構図や絵画表現は、遠近法や陰影法など西洋画法を若干加味、しているが、多くは、 幕末武者への名残を残し、芝居がかった作為が多い。制作方法は、実際に絵師が見分したのではなく、当時の新聞を元にしている。この頃の新聞報道は、現代の我々がメディアに抱く、中立的視点や、客観的報道言説に対する意識が希薄で、噂や伝聞など、明らかに疑わしい情報も一色他に報じられ、 面白みを持って読者に伝える趣が強かった。そのため、錦絵もこれを反映して、虚虚実実取り混ぜて描かれ、より面白くするため話を、さらに誇張して、想像図として仕立てた作品もある。例えば、元長州藩士の前原一角なる人物が、萩の乱を起こした、前原一世の弟として画中に、しばしば登場するが、架空の人物である。また、 村田新八は、田原坂の戦いで戦死したとの情報が流れ、以降の事件に登場しなくなるが、後に誤報と分かったらしく、最後を最後の場面では再び登場するようになる。さらに、薩摩軍の中に、女隊と称する500人ほどの部隊がいるという、噂が広がり、格好の題材となり、終焉が特に好んで描いているが、これも真偽は怪しい。なお、 出版条例に伴い販売価格を表示してあるのも特徴だが、2、3年後には表記がなくなる。値段は1枚2000、3枚続くだと6000が相場だった。続いて、朝鮮事変から明治27年の日清戦争が起こる。この日清戦争に式京が最大の戦争へブームであり、そして長い浮世絵市場にとって、 日清戦争の宣戦線復刻は8月1日だが、早くも9日付の読売新聞には、とかの、S、ソーシアはこちらも、戦争のように忙しく、すでに25種類が出版されている、と伝えている。大判3枚続くが定番で、総数は300点を超えると推定される。対外的かつ総力を挙げての大きな戦争であって、国民的意識を借り立てるものになった。 この戦争を軸に、国内外の思想、精神的姿勢も、急激に変化していった。江戸時代以来の伝統的な長江市であった、浮世絵師たちも、この時期に戦争へに飛びつき、大衆もこれを迎え入れ、西絵へのブームを巻き起こしたのであった。陸上における戦闘のみに限らず、近代戦として、軍艦同士の戦いもあったり、兵器の発達もまため新しい題材となった。 小林清近の史上に満ちた戦争へは言うまでもないが役者へを専門としていた豊原国近までもが原部門の戦いの様子を描くといった勢いであった。作品点数は清近が圧倒的に多く、他に小方月光、梅道小国生、田口米桜が手掛けた。しかし戦争が終結した明治28年の秋頃には浮世絵自体の売れ行きが鈍り、 役者絵でも、初すりの一杯を裁くのが関の山で、二杯目以降は、すりを、簡略化し、田舎に回したという。その後、明治三十七年に勃発した、日露戦争の際にも、戦争絵が描かれたが、すでに写真報道の時代を迎え、戦争に死刑に人々を引きつけるだけの魅力はなかった。小林清智か、小形月光、宇田敏秀など数名の絵師が手がけたのみで終わり、 日清戦争の時ほどのブームとはならなかった。制作点数も50点に満たないと見られる。その画面は西洋画法が用いられ輪郭線に頼らず、日本画のような淡い色彩を多用し、掘りすりともに制作密度の濃い作品が多い。しかし、これは逆に言えば、浮世絵が単に絵画や写真を再現するための実用技術と化してしまうことを意味し、 木版画としての個性を失う結果になってしまった。日露戦争後は、戦争へは描かれなくなるが、昭和17年に三代目、長谷川貞信は、真珠湾攻撃を題材にした、昭和16年12月8日日布真珠湾において、広告海軍米国太平洋艦隊を撃沈すを、大阪で出版している。ありがとうございます。